デリバのコーディセンター、本日のゲストは陽平ちゃんです。デリさんどうすか。好き。今日何の診断するんだっけ。陽平ちゃんはこれはいつものスタイル。そうですね、もうこれ24時間年中24時間365日、うん、素敵。このさ、ラフスタイル、肩肘張らず自分が着慣れた洋服でいつも痛いですっていう感情でさ、洋服のおかげで安心するときいっぱいあるよね、うん、なんですけど、デリバの提案一式 GU で買ってきました。これ全身着替えてちょうだい。せーの、あー、自分じゃない。大成功。今回はちょっとファッションポイントなんですけど、トップスのこの綿ニット素材のプルオーバーなんですけど、これ1枚で着るとこのこことかね透けちゃうんです。なのでまあインナーにね1枚全体着た方がいい。そうで、ちょっと合わせた感じのニットのバッグで、ショートパンツと靴下でバンダナ柄をリンキングさせて、リンキングって言ってリンクさせてるって意味なんですけど、で、ローファータイプのサンダル、アクセントでピスタチオカラー、こういったところにいつも着ない色だけど冒険してみようみたいなところを小さなところに入れてみると、もともと着てる雰囲気をあまり変えずに新しいファッションを楽しむという意味では、こういうリモデルの仕方っていうのも提案できるかなと思うので、陽平ちゃん、この後その格好で私と夜のランディブ行こうか。はい、じゃあ松山行ってきます。